今回も、まとめていきたいと思います。チャプター4、シーズン1で登場した、ネズミのコスチュームですね。解放しました。浮いてるけど、なんかこ、なんか綺麗。髪の長さの問題なんだな。うん。歩みました。じゃーん。これね、リグトナリン。これ、SNIKT のエモートをすると、ツルハシが変わるんですよ。ツル変えちゃってるんだ。もしかして、リグトナリンじゃなくて、エモートだけど、ツルハシってことなのかな。わからんけど。まあ、どうでしょうね。あと、マジで、この、色は何なんだ。これ、ボルティーとシャッタールとアンブルの色っぽい。目的地は出したてるですかね。色がついてるし。これ何なんだ。名前見分からん。ここ、とか、どういったコメントか。もう一つの中に書いてある。ぐるぐる回るグライダーは目も回るね。見てる人はさ、一人二人三人、いや、一人はいると思うんですけど。よいしょ。もうすでに戦っている方がいますね。マークが出るね。ツルハシで壁を壊している音も聞こえるんだぜ。あ、ラッキー。くそー。なんだ。これが壊さないといけないのか。思ったんだが、さっきからずっとファルコンが飛び回っているような気がするんだが。やばい。ちょっと待って、ファルコンが使ってる。ファルコン。わー、マークされたー。逃げろー。ファルコンスカウトを使っている敵もいるようです。ただいまマーク中。ただいまマーク中。あ、敵発見。ほら最近人気のダフですね。クリスマスイブは、待てーこの使う人多くなったですよね。逃げるな。よっしゃー、こいつくん。ファルくん。お前がやっていたのが、ファルくんでしたね。君は、ファルコン使いだったんだ。6、5、4、3、2、ヘビショー？いらんなー。メカニカルアジャヘッド。アジャヘッド、え？今いたね。敵に。あ、ノー。どこからともなく、ノー。撃ってきていますね。よくなーい。まだ、相手がどこにいるか見えないですね。だけど少し見えたような。あ、やられたー。どうしよっかなー。回復持ってないしなー。どうしよう、どうしよう。そんなところに資材落ちたよね。よーし、こっちでも倒しに行くかなー。あれー。え？多分バグかな？回線が悪いかもしれないんだぜ。今なんかこの人のスキン変わったね。どこどこ。まあ、ぜひよかったらチャンネル登録と高評価お願いします。